昨日は時間切れでこのスプライツの親株の前の親株ですね、それを高さ植えすることができなかったので、今日まずそれを済ませてしまいました。それで他のところも見回って気になるものからやろうと思ったんですが、このスプライツのすぐ隣に親株としては似たような家系の太さの親株があって、そうしてそこから出ている子株があって、でこちら側にですね、もうすぐ出来するであろうこの親株の元の親ですねの芋がここにあったんです。でこれもどうなってるのか見てみようという関心と、あと必要な処置があるなら今日中にやってしまおうと思って掘り上げてみたんですね。そうしたら今までで一番見た水芽、地中水芽の数があって、これは普通に植えても高さ上にしてもいずれにしてもすごい株が出てくるだろうと思ったものですから、だいぶ時間をかけて現在の親株から切り離して、そうしてやるべき処置をして、腐食腐没と、これは合計30センチですねに逆さ植えにしたんです。で、でき始めの地中水芽というのはどちらが上どちらが下ということじゃなく、植えられた植えられているあるいは生えてきている環境に従って判断されるんですが、これにはそういう地中水芽が結構あって、その他にですね、もう上を向き始めている大きな、かなり大きな地中水芽が2個隣同士で生えていたんですね。で、それを生かすんなら逆さ植えにしない方がいいわけなんですが、ただ逆さ植えにして育てたいと思う地中水芽の数の方がかなり多かったものですから、そういう場合にはですね、すでに上に向かっている地中水芽の上の方を、上部の方をカットすればいいんです、まあ、例えば半分ぐらいとかね、あるいはもっとカットしても構わないんです。そうすると他のまだ上下を伸びる方向としての上下を決めていない地中水芽みたいに自分で矯正して、自動矯正して上に出ようと思っていたのを中止して、その反対方向に、逆さ植えですからその反対方向に伸びるようになるんですね。その他にこの株の問題点がありまして、これはちょっと小さい地上子株ですが、これをですね、これがスプライして、その次の親株はというと当然これになるわけですね。そしてこの両親と子供の間の家系
の間、隙間があんまりないので、ちょっとナイフで間がどうなっているか見ようと思って削り始めたら、アリがたくさん来てるんですね。来ていたんです。それで普通だったらですね、この親株が出来予定で本年中に傾くというのでなければ、こちらをですね、小株の方を根元から掘り上げて、そのアリがたくさんこの周辺に住み着くのを避けるようにするところなんですが、まあ、今月中に出来して、あといずれ収穫、もう年内ですから、そうしたら親株の家計をカットしますので、長い目で見ると、まあ来年再来年ぐらいまでの2年間の期間の目で見るとですね、この小株は置いてて、そうしてこちらの親株が用済みになった時に、この辺までカットして、これにアリが住み着かないようにするというふうにすればいいと思いまして、とりあえずアリがどっさりいたこの親子の間をですね、少しずつ削り取りました。まあ幼少を多少減らしたことになりますよね。まあこういう判断はケースバイケースですからね、こういう場合にはこう、こういう場合にはこうと一概に法則化することはできません。そんなことしていったら膨大な事例を示して、理由も示してということになるので、学者でもない限りですね、一回の栽培者がそんなデータ作りしてられませんから、自分としては美味しいドワーフナンワーバナナ苗を食べて、また健全な苗を作るにはどうしたらいいかと、それが主眼ですので、それ以上のことはですね、物好きな研究者に任せておけばいいんじゃないかと思うんですね。